大相撲の元幕内北西方の暴力問題に揺れる宮城野部屋は28日春場所3月10日初日エディオンアリーナ大阪に向けて師匠代行の玉垣親方元小結友の花の指導で稽古を行った午前9時前には宮城の親方元横綱白鵬も部屋に入った関係者以外の立ち入りを許可しない厳戒態勢は変わらず 入り口には新たに英語表記の貼り紙が追加された。